岩本勉のレディオマイドナ、スーや、スー伸ばすの関西文化やね。ありがとうございます。はい、なオゼロの、オゼロの黒い方ですみたいな。あ、確かにスーって伸ばしますね。伸ばします言うて。確かに伸ばすの東京ちゃんでお願いします。あ、確かにシッときれい。お願いしますって母音つけんの関西。ああ、そう言われたら。ありがとうございます。これは全国に待って歯をかけて仕事してる岩本しかわからないのこれ。おもろいことあって、あのな、神戸出身の人がファイターズにいて、はい、フロントに女性の人で、改めて YouTube 作り行った時にいろんなシートの特徴、はい、ここがあの年間シートで、でここはあのフリーのシートでと言ってくれるやん。でこう遠い面でライトスタンドからサード側の方を指さして、はい、あの実際シート自体はこのクッションとかのシート自体は、ファースト側のね、はい、シートと同じなんですよ。これ標準語で大体同じなんですよ、はい、関西弁が同じなんですっていうやん。あの人ももう神戸出身やけども結構標準語やねんもん。おー、で YouTube ということで標準語で案内してくれてて、うん、こちらのシートとあの対面の一塁側のシートは同じ形になっております。この同じこれ関西弁同じなあ、全く同じ。確かに関西の表現ですね。同じなんか言えんねん。はい、そう、ほんで出んねんで、そういうの。ああ、ところどころやっぱり出てしまうっていうね、うん、ところがある。僕ら今言っても、おはようございます、おはようございますの違いやけど、はい、外国人はもっと面白い聞こえ方するもん。ああ、ミーティングして会場にみんな集まってくるやん、はい、ほんならパーって入っていったら何て言って入ってくる。お疲れ様です。す、はい、すしか聞こえへん。そうなんですね、おはようございます。意外とスーって伸ばしてんねん。おはようございますで、これ大阪、はい、標準語でおはようございます。お疲れ様です、はい、おはようございます。スーめっちゃ多いね。はー、これ気づかない。スーって伸ばす、スーって伸ばしてんねん。でも外国人来るとなんでみんな集まった時にスーそういう風に聞こえてるんですか。なんだって聞かれて、Why Japanese? What is that mean? どういう意味だって聞かれて、いつの話、誰が言ってたん、スーってなんだってこれ聞かれて、しばらく気づけへんわ。What's the situation? って言ったら、そう、おはようございます、うん、それを前半を省略して、はい、おはようございます。わあ、外国の方にはそう聞こえるんですね。そうやね、What is up? What's up? みたいなもんや。これ今タクシードライバーの人どんだけ今ハンドル逃げながらちょっと自分で行ってみたくなりますからね。そういや、せやけどうちらおはようございますだから母音ついてんなみたいな、まあ、今年ももうテンションマックスでこの番組をお送りしてまいりますけれども、嬉しいのがさ、今日川谷さん鼻ジュルジュルちゃうねん。前回がね、ちょっと鼻ジュルジュル言ってましたんで、うん、昨日ジュルジュルだったんですよ。はあ、ちゃんと薬飲んで。なんでさ、異星人女性がさ、すぐ鼻ジュルるの、なんで。言ってるじゃないですか、もう猫アレルギーだって。だなんで猫に近寄るの。昨日実家行っちゃったんですよたまたま。そしたらまた猫アレルギー発症してジュルジュルになって、うん、薬飲んで。猫アレルギーって どういうことなの。例えば椅子に猫が寝てました、で人が来たからピュッて抜きました、そこに座ったらもう完全にもらう。同じ空間にいるとかタオルとか。ほんだディッシュがさ猫になったんだよな君はって言ったらもうジュルジュルだろ。もうジュル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 です。もう猫っていうフレーズ聞いただけで猫のワードで飼ってる猫もそれを察してるっぽくって、うん、ちょっとなんかずっと遠くから見てたりとか、うん、悪いことしてるなと思って、うん、それ勘違い。え、勘違いですか。いや、でもお互いがそう理解してる、でも猫ってなんか人間の気持ちわかるっていうね。いや、絶対聞いたことありますけれども、うん、最近 TikTok 寝る前にシャーって走ってたら猫のアテレコがあんねん、アフレコや、はい、俺もおもろいね、それがTikTok その人間のあの気持ちをこう思っていろいろ喋ってる。猫同士、猫同士ですか。お前野良か家猫かどっちや。喋ってそうな。そうそうそう。こう文字になってこう出てきてるわけですね。うんうん、お前は野良気取りかとか、なんかそんなめっちゃ面白い。ほんでなんか猫がさ、よくあのドアの角からさ、片っぽの目だけ出し覗き見してる時あるやん。あれは隠れてるつもりなんやってね。あ、そうなんですか。とかそういう説明とかも出てる。面白い。猫って不思議がいっぱいあるんやって。